皆さんこんにちは。家がラフト KMT、ほのこファクトリーの塩見です。いつもご視聴ありがとうございます。今日の話題はですね、今進めております。ホンダ、1983年、CB750FC、こちらのね、足回りのリファインという、内容でお届けしていこうと思うんですが、その前に、このね、CB750F にも採用してある、純正フォーク、他社の純正フォークの流用ということで、ちょっとね、旧車にありがちなあるあるな、流用フロントフォークの流用パターンについて、いい場合悪い場合っていうちょっとパターンがありますので、そのあたりをちょっとね、この CB750 に限ったお話ではなく、進めていこうと思います。はい、今日も始まります。まずですね、今回の題材 CB750F、 今もうすでにフロントフォークの組み替えが終わっております。で、今回使用したフロントフォークは川崎の ZRX1200R のものを、コンプレッション、テンション、双方バルブを交換してチューニングした上で採用をしております。はい、なので、単純に純正流用っていう、内容ではないんですが、なぜこのフォークになったのか、じゃあ以前何のフォークを使っていたのかっていうお話になります。以前使っていたのはこちらですね。皆さん見たことありませんでしょうか。はい、流用でね、よく使われている、これはね、ヤマハの XJR1200 のもの、はい、これを流用して使っておりました。よくね、旧車のカスタマイズなんかで使われている方多いんじゃないかななんて思います。で、なんで、じゃあ、これもチューニングしてるんですよ。なんですけど、なんで XJR の、フロントフォークから ZRX のフロントフォークにわざわざ変えたのかというお話をします。はい、ちょっと移動します。今ね、ちょっと組み替え途中でね、ハーネスがブラブラしてますが、ご了承ください。まず、なぜ今回、フロントフォークを XJR1200 のものから、ZRX1200 のものにスイッチしたのか、そのまま使えるんじゃなかろうかって思われる、視聴者の方々も多いかと思います。ただですね、当社がやっているスイートナンバー化っていうことで、この CB750 も、スイートナンバーって言われるチューニングを施工しております。なのでね、専用の削り出しのステムキットで、このステムキットも当社の作り方は特殊です。剛性バランスを、考えた、全くその一般市販されてないような、パターンのステムキットという形になります。で、このステムキットによって、以前にもお話ししたキャスターとトレールのバランスを最大限に高めています。なので、おのずとですね、フロントのライドハイトって言われる高さ、要はライドハイトっていうか、まあ、リファレンスハイトですね、ステアリングヘッドの高さはどん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 低くなってきます。ネイキッドのスポーツとしてはありえないぐらい、フロント、ヘッドアングルが低くなってくるんですよね。で、キャスターも立ってます。この CB750F に関しても23度台のキャスターを実現しております。これでいて、フロントタイヤのグリップ力は純正に、勝るとも劣らないっていうところの、しっかり感、そして、ターンインから一次旋回二次旋回につながる、すごい何とも言えない素晴らしいパフォーマンスを持っている車体です。 CB750F と侮るなっていうところで、このね、車体を作るときに、まあ、お客様のご要望もあって、で、私のその当時の知識不足もあって、 XJR1200 よく、旧車のね、光合成化するフロントフォークの流用パターンをそのまま採用してしまいました。で、 XJR1200 の、フォークを採用
すべきでなかった点、すべきでなかった点っていうのが、大きく3点あるんですね。で、ZRX1200 にすると、メリットになる部分、これも、そこの3点によってクリアできるんですよ。で、ただ XJR のフォークを流用するのがダメなわけではないです。同じ、ね、川崎とヤマハっていう差はあれども、同じカヤバの製品です。ちょっとね、内容構成は違うにしても、まあ、私が採用するに ZRX1200R のフロントフォークのが良かったというお話です。はい。で、まずですね、このフロントリファレンスハイトがものすごく低いんですね。で、この CB7 班にしても、例えばね、私が乗っている GSXR ベースの Y63 とほとんど変わりませんし、このヘッドパイプの長さ分だけちょっと高いですけど、多分一般市販されているネイキッドスポーツって言われるオートバイの中で、この CB750F、私が作った車両が一番多分リファレンスハイト低い状態になってます。で、ゆえに、ここ見てほしいんですよ。フロントフォークのアウターチューブですね。アウターチューブの上にあるダストシール。この上端部から、ステムのここのアンダーブラケットの、最下端部、ここのね、クリアランスなんですよね。現在のフロントフォークに関しては、すべての車両と言ってもいいぐらい、フルストローク120ミリというのが採用されています。この120ミリを確保しなきゃいけないんですよ。ここの120ミリが確保できていない場合は、必ずね、フルストロークした際に、アンダーブラケットにフォークが干渉します。ありえないでしょ?でも多いんですよ、こういうカスタム。必ず120ミリ以上は確保していただきたいです。はい。これはね、伸びきった時の数値ですね。伸びきり時の、ストロークを120ミリ以上確保する。これがね、鉄則になります。で、ZRX に変えた理由の一つが、まずここなんですよ。ここ。XJR1200 の、フロントフォークのアウターチューブ、特に、アクスルの中心からこのトップのダストシールまでの距離が ZRX1200R のフロントフォークの方が XJR1200 のフロントフォークよりも15ミリほど短いです。はい、わかりますか。15ミリ短いということは、ZRX1200R のフロントフォークを流用した方が、さらに15ミリリファレンスハイトを下げることができるっていうところです。どうしても、もっともっと冷たいのに、アウターチューブの長さによって詰め切れないでいたんですよ。で、その車体姿勢を詰め切れなかったところを、この ZRX1200 にすることで、詰めることができました。はい。これね、アウターチューブの長さ、とっても大切なことになります。特に、当社が行うスイートナンバー化をやっていくにあたって、必ずキャスターは立っていくようになります。どん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 立っていくっていうことは、フロントのリファレンスハイトはどん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 低くなっていきます。当然、フロントタイヤに対する分布荷重も増えていきます。こういった際に、低くしたいんですよ。低くしたいんですが、アウターチューブが長いと、低くできないっていうオチになってきます。で、この中で、よくご質問にあると思うんですよ。なぜ塩見さんはオーディンズやナイトロンのフロントフォーク使わないんですか、整理タイプっていうお話があります。あれの方が光合成で性能も良くってって思いませんっていうお話があります。これね、実は私の車体作りの中でオーディンズもナイトロンも整列フォークの選択はありません。もう絶対選択できません。なぜかというと、アウターチューブが長いんですよ。ナイトロンもオーリンズも。ここのメタルの部分ですね。メタルの部分が3メタル製になっていて、要は通常のフォークよりメタルの数が1つ多いんですね。メタルの数が多い分だけ、アウターチューブの全長が長くなっちゃってます。アウターチューブの全長が長いということは、それ以上下げしろがなくなっちゃうんですよね。この CB750 にもし仮に
オーリンズやナイトノンの成立フォークを採用したとしたら、このリファレンスハイト自体が35ミリぐらい高くなっちゃうんですよ。っていうことは、冷たい、決めたい車体の姿勢が出せないっていうオチになってしまいます。なので、私は、まあ、よく使っているのはこの ZRX1200R のフロントフォークを流用するっていう形で、チューニングを行っているパターンが多いです。これね、よくね、調べてみてくださいね。かなりね、その、流用するにあたって、よし、悪しっていうのがありますので。で、XJR1200。こちらのフロントフォークのデメリットの部分が2つ目。ちょっと持ってきます。はい。XJR1200 の2つ目のデメリットっていうところで、ここなんですよ。ここ。アクスルのクランプが ZRX の場合は左右クランプできるタイプになってるんですよね。なので、当社が行うフロントアクスル周りの精度出しがすごくしやすい形式になります。XJR はこんな感じなんですよね。クランプのボルトがここに存在しません。当然フォークのアンダーも割りが入ってません。これは単純にアクスルシャフトが一般的なボルトの形状になっている。ボルトの形状になっているゆえにこういう形ですね。で、アウターチューブのここへネジが切ってあるっていう形ですね。このフォーク自体がナット化している状態です。はい。なので、より精度を出す上で ZRX1200 の方が流用を行いやすいっていう形になります。はい。これもよく覚えておいてください。はい。そして、XJR1200 のフォークの流用、デメリットのその3、これはね、内部のダンパーの構造にあります。ダンパーの構造そのものにあるんですよ。はい。で、これに関しても、ちょっとね、お伝えしていこうと思うんですが、あんまり長くなっちゃうとあれなので、次回ですね、この XJR、今ね、ちょうど、別のオートバイで XJR1300 ですね、これは。1300の前期型のフォークを、チューニングということで今作業しておりますので、そのご依頼品をもとに、情報をお伝えしていこうかななんて思います。はい。とりあえずですね、フロントフォークの、流用、もしくはアフターマーケットのフロントフォークを採用することによる、デメリットの部分をちょっとお伝えしていきました。採用したくても採用できない理由がそこにあるっていうことです。私がね、おすすめした、ショックメーカーの、2000っていうことで、やったオーディンズナイトノン車なんですが、フロントフォークに関してはですね、車体ジオメトリーを詰めるにあたって、どちらも採用できないっていうことで、これね、私がね、こうナイトノンさんをすっごく推している、オーディンズさんを推しているっていう部分で、全て OK って思われるかもしれませんが、私はフロントフォークを押したことが今までないので、そのあたりね、ちょっとジオメトリー的に私は採用できないし使えないっていう理由があるっていうことを、ちょっとね、ここでご承知いただければと思います。はい、ということで、またね、次回はこの XJR のフォークの内部に迫っていこうと思います。はい、こんな感じで、またよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。また見てね。バイバイ。